皆さんこんにちは。今回は首都圏ではおなじみのこちらの列車を取り上げます。新橋駅を通過する E657 系、東京駅から上野東京ラインを経由して常磐線へと向かう特急ひたち常磐としておおむね30分おきに運行されています。現在は常磐線の特急はすべて上野東京ラインを通り品川まで直通しています。特急ひたちは品川と福島県のいわきを主に結び、多くは上野水戸間をノンストップで走ります。特急ときわは主に茨城県の勝田までを走り、水戸以南でより多くの駅に停まるタイプの列車です。常磐線に入ると最高130キロで走り、その走る姿は爽快です。上野東京ラインファミリー唯一の特急列車として存在感は際立ちますよね。多くはいわきまでの常磐線沿線を結ぶ役割の特急ですが、1日3往復、さらに北上し、宮城県の仙台まで直通する日立があります。今回は東北遠征の帰りにこの列車に乗車してみることにしました。JR 仙台駅。駅にはこうして特急日立号の PR が大きく貼られています。地震や原発事故の影響で常磐線が全線で運転を再開したのは2020年のこと。それと同時に E657 系による都心と仙台を直通する日立の運転が始まりました。本来であれば常磐線の特急はいわきを境に運転系統を分ける予定だったそうですが、東日本大震災で常磐線も大きな被害に遭い、沿線の原発事故もあって、その計画が白紙に。全線運転再開の際に、被災地と東京をつなぐ復興の一翼にと、仙台までの直通列車が復活しました。現在は、品川と仙台の間を1日3往復、東日本の在来線特急としては、最も長い370キロ余りを4時間40分ほどで走ります。黄色のランプが点灯すると、まもなくご予約いただいた区間の到着です。列車は10両編成です。そのうち5号車がグリーン車です。この列車は全車指定席の特急列車です。ご乗車には乗車券のほかに指定席特急券が必要となります。特急券を車内で購入されますと事前の発売額とは異なりますので、あらかじめご了承。雨の降る中、仙台駅を発車。広瀬川を渡り、仙台を後にします。これより先の停車駅到着時刻をお知らせいたします。次は相馬に停車いたします。相馬には16時51分、原田町17時8分、浪江17時24分、双葉17時29分、
浜通りを進み、仙台からは2時間余りでいわきに到着です。ここでようやく半分来たくらいです。いわきを過ぎると列車のスピードも上がってきました。見通すぎると上野までノンストップ。一気に都心を目指します。仙台から4時間40分を超える乗車の後、東京駅に到着です。上野東京ラインを経由する列車で、最も遠い仙台とを結ぶ特急日立。仙台と東京というよりは、いわき以北の浜通り、地域との結びつきを重視した列車のようですが、ゆっくりとした旅が好きという方には、おすすめできると思います。というわけで、3回に分けてお送りしました仙台遠征の様子、いかがだったでしょうか。行きは上野駅の地上ホームから出発するという少し懐かしい工程でのスタートでしたが、それぞれ個性のある列車に触れ楽しむことができました。またこのようにして少しイレギュラーな乗り継ぎを使った旅をしてみたいと思います。次回もどうぞお楽しみに。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。